海を知り、海を守り、そして豊かな海を未来へつなぐ、海と日本プロジェクト in 山梨。甲府市北口にやってきました。今回海と日本プロジェクトとコラボしたスペシャルメニューが味わえるということで、早速行ってみたいと思います。紹介するのはフレンチトースト専門店カフェラペ。デザート系やお食事系フレンチトーストが楽しめ、県内に3店舗を展開する人気店です。そんなカフェラペでは、海と日本プロジェクトの活動に賛同し、海のない山梨でも海を近くに感じてもらえるような海産物を使った特別メニューを開発しました。お待たせしました。わー、美味しそうですね。こちらのコラボメニュー、さらに仕掛けが。失礼します。はい、すごいですね。香ばしさと香りもトッピングしていただけます。お腹すきますよね。お腹すきます。期間限定のコラボメニュー、海のフレンチトーストランチ。エビやサーモン、海藻にアサリなど海の幸が盛りだくさんです。まずはエビとアボカドのフレンチトーストをいただきます。プリップリのエビと濃厚なアボカド、そしてひたひたのフレンチトーストの相性が抜群です。しょっぱさと甘みが絶妙なハーモニーを醸し出しています。おいしい。続いてスモークサーモンとクリームチーズのフレンチトースト。スモーキーなこのスモークサーモンとクリームチーズ、これ間違いないですね。食感もふわふわで美味しいです。海の幸がいっぱいのランチメニューで、海の美味しさを存分に味わえました。このメニューをどんな風に味わってもらいたいですか？美味しい海産物を味わい、海とのつながりを感じてほしいと思っています。海はないですけれども、ここ山梨から大切な海を守るために、私たちにも何かできるのか考えるきっかけになってもらえたら嬉しいです。山梨と海をつなぐメッセージの詰まったコラボメニュー、海のフレンチトーストランチ。3月末までご覧の3店舗で楽しめます。営業日など詳しくはカフェラペのホームページをご覧ください。海と日本。この他にも全国のおすすめ動画が公式 YouTube チャンネルに載っていますので、ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。